えーどうも今日も嫌ならやめるっていう動画の続きですね、ちょっと誤解がありそうだなと思ったので、少し補足の内容になります。嫌、えーまあ、ならやめるっていうのは大切な選択肢なんですよね。前の動画でも説明したように、それが交渉の材料になるからですね。例えば、ジムに行って嫌、えー、ならやめるっていう態度の人は、トレーナーも一生懸命教えをするわけですよね。やめさせたくないから。 あの経済的なな損失になるからですねでそういう,う態度を示すことによって、えー、トレーナーナの教えたいという欲求を掻き立てるわけですよね、この人に何とか強くして、えー、自分の立場をこう保全しないといけない、保証しな,しないといけないという,こう欲求が生まれるわけですよ、逆に、えー、いやここでもう一生行きますみたいな人はあトレーナーからしたらやりやすいですよね、いやあ,あっちで何かやっといてみたいな。 別にどうせ辞めねえし、あいつみたいな態度で取られるわけですね、これがやっぱ交渉の材料として、えー、弱くなって、えー、ど,んど,んどんどん不利益をです、ね、被る理由ですよね、まあ、日本の社会は割とこうなってるかなと思いますね、この会社にずっと勤める、まあ、今、最近の若い人はそういうことない気がしますね。僕の周りの、まあ、同級生に聞いてもずっと同じ会社にいるっていうことはあんまり考えてないですね、もうずっとキャリアアップとか考えてますし、まあ、僕の 生活スタイルだと普通の会社員の人とあんまり友達にならないんですがやっぱ自営業とか多くて、そういう人たちはやっぱりです、ね、あのずっとこれをやるとか決めてなくてやっぱり流れに任せてです、ねえーまあ、やりたいと思ったことをやっていくという感じの人が多いかなと思いますね、まあ、だんだんそういうふうになっていくんじゃないかなと思います、ただやっぱり未だにです、ね、そういう慣習というか日本の慣習はあるのかなという,ふうに感じていますね。 ただ、それはですねあの、上に立つ人にとってはやりやすいですよね、奴隷,奴隷をこう生算して、えー、続けなきゃだめなんだよって言えばいいわけですよね、そういうのってあの美徳だから、お前、そんなことしたらダメなんだよって言えば、下の人は従うわけですよ、だからやりやすいんですよね、だからこういうシステムって残ってると僕は思ってるんですよ。 まあ日本はです、ね、歴史的に江戸時代、すごい平和が長かったとかそういうのもあってです、ね、そういう価値観がずっと残っていると思うんですよね、いまだに欧米とかです、ね、別の地域は平和の期間があんまりない、えー、大陸で国同士が隣接していて誰か攻めてくるかもしれないという,いう危機感が常にあるからです、ね、あの非合理は許されないわけですよね、合理的な方法以外は駆逐されていくんですよね。だから、まあ、若干カルチャーの違い文化の違違いい文化が それはししは良しし悪ででなくてただのの文化の違いです。日本のこう平和的な価値観でみんなで仲良くしようっていうのも悪いことじゃないんですが若干です、ねこう、競争するっていううえでは交渉の場で不利になるので嫌なのやめるってカードは常に手札に持っておかないといけないということですね、もちろん継続する美学は認めますが認めます、それは大事です。ただ えー、それだけではあ車輪は動かない、車は動かないということですね片、片輪だけではぐるぐる同じところを回るだけになるということですで、ここから注意点、ですねちょっとこれ言うと、なんかこう堕落を肯定しているような感じがするんですが、違うんですよねあの、例えばボクシングが嫌なのか、それともそのジムが嫌なのか、それともトレーナーが嫌なのかということってあると思うんですよね、そこを混同するわけですよ。特に若いと 自分のことがよく分かってないので、自分が何が好きで何が嫌いかっていうことがよく分かってないから、トレーナーが嫌いなのに、ボクシングが嫌いっていうことをつなげてしまうわけですよね。もう俺はこの人でやりたくないって感じてるのに、えー、ボクシングそのものが嫌いだという,ふうに錯覚して認識してしまったがゆえにボクシングをやめちゃうということですね。なので、ここ注意しないといけないです。えー、自分がこう嫌ななな気持ちになってるのはなぜか このののせいなのか会長のせいなのかトレーナーのせいなのかそれとも別の何かのせいなのかそれとも自分自身のせいなのかってことですよね、えー、自分が下手なのを他人のせいにしてそれを嫌ってるんじゃないかってことも全然ありますというかこのパターンが一番若いうちは多いかなと思いますね僕自身も昔は昔とか20代の頃はそうだったんですよね自分が下手なのを他人のせいにして、えー、その人のことを嫌いになるとそうじゃないんですよね自分が下手なのは自分のせいなんですがと、えー、いうことですね そういういに錯覚して自分,の自分が何を嫌っているのかということを錯覚して誰かに責任を転嫁してしまうとボクシングそのものに責任を転嫁させるとボクシングが嫌いになってしまうわけですよね、それもまた不幸ですよね、本当はボクシングやりたいのに、えー、例えばジムが嫌だから、本当はジムを辞めればいいわけですよね、それならボクシングが好きでジムが嫌なんだったらジムを辞めればボクシング続けられるわけですが。 錯覚してですね、ボクシングそのものが嫌いという風に、えー、なってしまうわけですよね。それが一番良くないし、これが一番多いと思いますね。最も多いことじゃないかなと思います。例えば、会社もそうですよね。仕事自体もものすごく好き。もう、ずっとやりたい。だけど、会社の上司とかですね、同僚が嫌いなんだよなってことであると思うんですね。それだったら、いろいろやり方あるわけですよ。えー、まあ、配置を変えてもらうとかですね、えー、転職をする、同じ業界の同じ業種に転職をするとかですね。 やり方はいくらでもあってお好きなことを続ける方法はあるわけですよね、それをまた違う理由と結びつけて錯覚してしまうことによってまた不幸が導きや不幸が引き寄せられてくるということですね。えっとまあ、僕は今32歳なんですが、20代の頃はは特に前半ですね、20代前半はこの手の錯覚もめちゃくちゃ多くて。 そのせいで,です、ね、好きなことを投げ出してしまったとっいうこともあるわけです、す後悔したことってあるんですよね、なので、えーまあ、こうボクシング嫌だなとか会社嫌だなとか、この友達嫌だなって感じたときは、本当に嫌なものは何かということをしっかりです、ね、突き詰めで考えた方がいいですね出ないとさらに後悔することになりますね、で継続は力なりっていうのもおそらくこういった文脈も含まれているんじゃないかなという,ふうに僕は思っていますね。 簡単に投げ出してしまったがゆえに本当に好きなことを捨ててしまったということですね、本当は別の,別の何かが嫌いだったんだけど、その嫌いなものと自分が好きなものを混同してしまって、途中で投げ出してしまったがゆえに不幸になるということですね、こういうことも往々にしてあると僕は感じているので、ここは注意してほしいなと思います。僕は20代の半半かから後半ににけててこういういい錯覚に気がついてですね あボクシングやめたいんじゃないんだなってことなんですよね、ボクシングにこうまつわるこ,うこれをやめたいんだってこといっぱいあったんです、こういうやり方をやめたいとか、あまあ、こ,のここにいることをやめたいとか、別の場所に行きたいとか、ですねそれに気がつくと、それが起こるわけです、例えばジムやめたいんだ、ボクシングが嫌いなんじゃなくて、ジムやめたいんだ。 でもボクシングを続けるためにはジムをやめないといけないってなったら簡単にジムをやめれるわけですね。新しい自分が行きたい本当にやりたい、強くしてくれると感じられるジムへ行けるんですよね、これってとてもいいことだと思うんですよ、自分にとってはですね。自分がやりたいこと、好きなことを貫くためには守るためにはですね自分がやりたくないこととか、自分が嫌いなこと、これははっきり認識しないといけないんですよ、はっきり区別させないといけないですね。 えー、若いうちってこれがごちゃごちゃになってるんですよ好きなことと嫌いなことがなんか一緒くたりになっててもう訳わかんなくなってもう全部投げ出しちゃうってことですね好きなことまで嫌いなことと一緒に投げ出しちゃうってことこれが本当に多い僕の経験上すごい多かったですね僕の周りを見てても非常に多いなっていう気がしますでですね、えーまあ、自分のやりたいことと自分のやりたくないことをしっかり区別できると、えー、自分のやりたいことの前にこう立ちふざかっているやりたくないことを払いのけられるわけですよ トレーナーナに説明もできますよね、自分はこういうスタイルがやりたくて、えー、だからこういうスタイルを教えてほしいと、そうじゃないのは今はやりたくないんだって伝えればいいわけですよね、そしたら向こうも納得するわけですよ、ああ、なるほど、そういうことねって、確かにそれもそうだよねっていうことになってきますね、それがやっぱ建設的な、えーまあ、議論だし、えーまあ、建設的な関係だなと僕は思いますね、でそれを、ね、否定する人ってあんまりいないなと僕思います、本当に数パーセントですよね。 えー、いやだめだめ、絶対俺のやり方をやれっていう人はほとんどいなくてあ、そうかもしれんと、逆に反省するわけですよね、言われた方うが、ちょっと押し付けすぎてたな、自分のことをと、まあ、これです嫌ならやめるの補足ですね、本当に嫌なことと、本当に好きなことはしっかり切り離してです、ね、嫌なことだけやめるようにするということですね、その嫌なことと一緒に好きなことも投げ出してしまうことが、まあ、不幸の入り口になっているっていう話です。